あやみんぱい。今日は韓国プサンで購入したものを紹介していきます。キャリーカラカラにしていっぱい買ってきちゃったので全部は紹介しきれないんですけど、いろいろ買ってきたので一部を紹介します。まずトゥルルルルルーン、スタンドオイルでバッグを買いました。ショッパーも可愛いよね。2つバッグを買ったんですけど、まず1つ目がトゥルル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 ル肩掛けくらいの長さにもできるし、伸ばすこともできるので、こうやってショルダーみたいな感じで2パターン使える有能バッグを購入しました。もう一つ、そうこれ買ったから、あこれで終わろうかなと思ったんですけど、もう一つずっと欲しかった、最近欲しいなって思うバッグがあって、それがてらーん、はい、リュック買いました。そう最近さ、この YouTube も自分で編集するようになって、パソコンを持ち運びたいんですけど、いろいろ容量、いろんなものが入るリュックがずっと欲しくて、ちょうどスタンドオイルで可愛いリュックを見つけたので購入しちゃいました、勢い で。色はベージュ、クリーム系かな、白ではない、ホワイトではない、クリーム系の色で、ま、何でも合うし、あとなんかね、収納が多いんですよこれ、ま、普通に開けて結構いっぱい入るし、ここにもこういう感じ仕切りあるし、あとここもこんな感じで入って、で隣も2個入ってる、チャックとこう、こっちもこんな感じね、後ろにもチャックついてて、ここにも入るんですよ。こう収納がすごいリュック、なんかパッと見ねシンプルだけど、いろいろ使えるリュックだなと思って。最近私洋服がなんかこういうグレーとか黒白とか結構シンプルな色の服を着ることが多くなっちゃって、なんか差し色でこういうピンクのバッグとかを入れたりするのにハマってます。続きまして、たらーん、今人気のタンバリンズを購入しました。かわいいジニタン、キャリーに入れてボコボコになっちゃったんだけど、ショッパーがかわいいのよ。私はプサンで買ったんだけど、今月かなから青山かなに店舗ができるらしいので、なんと日本で買えちゃいます。嬉しいようなちょっと寂しいような、でもね、買えるの嬉しいよね。はい、この2つを私は買ったんですけど、1つがなんかハンドクリームが有名、なんかハンドクリームがこうパッケージが結構ね人気、ハンドクリームもいいなと思ったんですけど、まあ、冬は確かに乾燥するし、たまに使うんですけど、あんまりベタベタするの好きじゃなくて、手が。だからそんなにハンドクリーム使わないので、ハンドクリームじゃなくて私は、かわいくない？これ、香水です。香水を買いました。香水の方が、まあ、どっちかというと使うし、で、見た目もね、これもかわいいのよ。こんな感じで、香りは、なんだろう、この読み方がわかんない、このこれですお、こんな感じ。しかもさ、このサイズ感がさ、なんかちょうどよくね、ん、多すぎず少なすぎずっていう、持ち運びに便利、ギリギリちょうどいいくらいバッグに入るし、で香りは割とこれ甘めなんですよ。私の好みの香水はどっちかというと甘いよりかはな、もうちょっと爽やかだったりお香っぽいちょっと香りが好きなので、今まで挑戦したことのないような甘い香りなので、逆に持ってないなと思って甘いの挑戦してみました。これからたくさん使いそうな香りかも。でもとにかくパケが可愛いのよ。と、もう一つがこちら、でん、ボディーローション買いました。このこれですこれです。ハンドクリームとか香水のパケが欲しくって言ったんだけど、ボディクリームね、買う予定ではなかったです。でも、あ、そう、あそう、この香りがね、これはどっちかというと香水よりかは結構さっぱり系な柑橘系の香りかな、で、すごい気に入ったので買っちゃいましたね。このくらいのサイズまたまた嬉しいよね。でもそんな高くないから、パッケージがこんななんかおしゃれで、こ
高級感あるのに買いやすい値段だから、なんかプレゼントとかにもいいなと思った。その店舗見た時にギフティングセットみたいのがあるのよ。それこそ香水のちっちゃいやつが3つ入ったやつとか、このボディーローションがちっちゃいやつがとか、キャンドルか、キャンドルのセットとかあって、割と手出しやすい値段だったから、なんかプレゼントとかお土産にもすごいいいと思います。って感じでタンマリンズ初めて買ってみましたね。だから青山に店舗ができたらしいので、ぜひ行ってみてください。私も多分これから通う気がする。見た目が本当に可愛い。バッグとこれはプサンのセンタムシティで購入しました。プサンはそこに行くといろいろ入れます、一日中。だからぜひプサンに行った時は、お買い物したい時はそこ行くのおすすめです。はい、おなじみオリヤンです。オリーブヤングで購入したものを紹介します。まずてれん、こちらもう早速使ってるんですけど、ウェイクメイクのクッションファンデ、これめちゃめちゃいい。本当にめちゃめちゃいい。もうザツヤ感なので、見た目もなんかさ、こんな感じでツヤツヤしてて、私は年中乾燥肌、特に今の時期もずっと乾燥してるから、とにかくツヤツヤの下地だったりファンデーションが欲しいんですよ。ずっと気になってて、一緒に見てた友達と同じものを購入してこのオリーブヤング行ってカフェに行ったんですよ、その後に。でも早速使いたかったから、カフェで上から、化粧の上から化粧直しとしてこれ塗ったら、もう暗闇だったんだけど、暗闇でもツヤツヤがわかるくらいのツヤです。なんかこれはツヤ肌になりたい方はすごいおすすめです。一番明るい色を買ってみました。で次、てらーん、可愛くない？これカラーグラムのパワーパフのコラボのやつですね。これなんだけど、こんな感じの配色です。緑です。緑が入ってるアイシャドウパレットを使ったことがなかったので、ちょっと緑挑戦してみようかなと思って買ってみました。でも割とね、この緑以外の色は使いやすい、普段使いしやすい色だから、まあ確かに買ってよかったかも。まだそんなに使ってないけど、ちょっとね、この緑色を使うのが楽しみって感じで買ってみました。とにかく、うん、これもパケが可愛い、まあ、パケ買いもあるね、これ。でも結構人気だった、そのオリアンの中で。これのハイライトとか、カラーグラムのハイライトとかめっちゃ人気だった。トゥークールフォースクールの涙袋ペンシルです。なんかこれお姉ちゃんが、なんかこれ最近人気らしいよみたいな感じで教えてくれて買ったんですけど、私は知らなくて、今まで涙袋ペンシルとかはクリーム系の、あのペンシルをよく使ってたんですよ。これはなんか鉛筆みたいな感じで、あの塗った感じはアイシャドウみたいにサラサラしてるんですよ。これこれね、ちょっとピンク味があるカラーです、これ。で実際に使ってみて、なんかペンシルとどっちがいいのって言われたら、まあ、わかんないけど、とにかく描きやすい、スラスラ。あとこの太いんですよ、ペンが。だから一気にこうがっつり塗れるのも良かった。でこれとセットで、あの一応鉛筆削りも売ってたんで買いました。次こちら、てん、レッドラクトコラーゲンラッピングマスクです。事前に何買おうかなって調べた時に見つけたアイテムなんですけど、でもちょっと間違ったのかな、私間違ったのかな、これのレビューを見た時に、あの、ね、寝てる時に塗って、その朝起きて剥がすっていう解釈というかしてしまって、それ何それと思って、なんかそういう感じのパックって思ったんですよ。寝る時に貼って朝起きた時に剥がすパックって思って買ったんですけど、いざ使おうってした時に、また使い方ちょっと調べようと思ったら、普通にあの塗って20分後に剥がしてましたので、なんか普通のパックだった。実際使ってみたんですよ。でこんな感じで入ってて、このパックと、しかもこれもセットで入ってた。塗るやつね。これめっちゃありがたい。これ、うわ、これ買い損ねたと思ったんですよ。ついてたんで。トクトク。まあ、まあいいやと思って、トクトクで。で、ちょっとこんな感じで自分でピリピリピリって剥がすやつで。実際に私もこれで塗って、20分置いて、剥がしたら、なんか肌が、なんか保湿っていうよりかは、お肌がラップみたいな。なんて言うんだろう、なんて説明したらいいかわかんないけど、わ、もちもち保湿されたってじゃなくて、なんか氷
ってするとラップを貼ったようなツヤ感、膜が貼られたようなツヤ感になりました。買った時のその想像してたマスクではないんですけど、まあ、実際に普通に使ってみてめっちゃ良かったです。で週1とか、まあ、週2くらいで使うのありだなと思いました。でこれ、リンゼイのモデリングマスクです。これもパッドですね。これは自分でこうやって混ぜて塗って、これもさっきみたいに剥がすみたいなパックのモデリングマスクね。こういろいろ種類があって人気だったので、私はこれはカレンデュラ、敏感肌と整う肌保湿みたいな感じかな。これはちょっと一つしか買ってこなかったのでまだ使ってはないんですけど、そう、美容サロンでしてもらえるパックを自宅でするみたいな感じが、まあスペシャルケアな感じで使ってみたいと思います。そして続いてこれ、これは筆ですね。アイシャドウブラシ、オリアン、本当にいろいろこういう系のブラシとかスポンジとかも豊富。本当に最近アイラインをぼかしたりとか、アイシャドウは細い筆で塗ることが多いのでそれ用に買ってみました。細くて硬くてみたいな、わっ気持ちいいって感じかな。一応なんかコサコサでね、いろいろパックとかこういうのも買ったんですよ、トリデンの。あ違うわ、そうこれトリデンの、もう使ってて普通にスキンケアのところに置いちゃってたから忘れてたけど、このトリデンのスキンパッドもこんな感じの、だから朝とか夜とかこれをちょっとほっぺたとかおでこに貼って3から5分くらい貼ってメイクしたりとかって感じでよく使ってます。これ買いました、これとこれね、感じかな。一応オリアンで買ったのは、ダイソーもすごいいいんですよ。韓国のダイソー行った時に毛糸が欲しくて、編み物したくて、可愛い毛糸が韓国のダイソーにあるっていうのを聞いて全部売り切れてて、ちょっと買えなかったので今回は諦めたんですけど、このヘアブラシ、ボブになったんでこういう丸いブラシ欲しくて3000ウォンです。あとはもうこういうなんか本当に安くてなんかトラベル用に使えそうなパックを買ったりとか、まあダイソーもいろいろこういうスキンケア系はめちゃめちゃ揃ってたので、これとかだって3枚くらい入ってて約100円くらいの、だから今年も旅行とか海外行きたいなと思ってるのでこういうのすごい便利なので買っておきました。途中で怪我したので絆創膏も買いました。かわいい絆創膏。コスメ系とかはこんな感じです。まあいろいろ買ったかも、うん、いろいろ買いました。あとそう行きたかったところがあって、カカオフレンズでタラン、おパンチュ見えない、おパンチュコーナーがあって、これはこれお酒飲む用の、え、これなんて言うんだっけ、おちょこじゃなくて、え、なんて言うんだっけ、こういうのお酒飲む用の、チャミスルとか飲む用の日本酒にしてはちっちゃいかな、なんか下とかもおパンチュで、これかわいくない、そこもおパンチュで、これもおパンチュ、これ4つセットです。謎に買ってしまいました。多分まあお家に誰か来てお酒一緒に飲むってならないと多分絶対使わないですね。一人で使う時あるかな、こんなしっぽり飲む時、まあそういう時も今後あるかなって思って買ってみました。あと見て、これ鏡です。鏡かわいくない、そうパンチがね至る所にいたんですよ。バッグとかによくつけてます。で鏡普通に便利だから、このくらいのサイズこれよくつけてます。普通に欲しかったスリッパ、チュンシクと、これはカカオレンズじゃないんだけど普通に雑貨屋さんに売ってて、まあ、絶対必要じゃなかった、まあ、正直日本じゃ使わないかななんですけど、え、買っちゃいましたよね、可愛すぎて。え、なんか普通に雑貨屋さんに売ってたこのおパンチュまあでも結構入るのよ、なんか結構ね、いろいろ収納はできて、これこんな感じで使えるかなと思って可愛いっしょ。ついでに言うと、これと一緒にブランケットも購入しました。ブランケットは本当これ使える、めっちゃ気持ちいい、めちゃめちゃ気持ちいい。なんかもう一気に謎になんか韓国帰ってきて、おパンチュグッズが増えすぎて急に自分でもびっくり。これは全然韓国関係ないんですけど、今回の旅関係ないんですけど、年末に実家帰った時に UFO キャッチャーでいくらか3000円かけて撮りました。
また遠かなと思ったんですけど、久しぶりに UFO キャッチャーで粘ったので、これには本当に思い入れというか、ずっと大切にしていきたいと思います。って感じで、他にもいろいろ雑貨屋さんとかで、あのキーホルダーだったりアクセとかだったりは購入したんですけど、主な購入品紹介でした。久しぶりに釜山に行ったんで、なんか事前にねインスタとか調べて、この店あるかなとか調べて行ったんですけど、結構ね充実してたので、お店も全然買い物も困らなかったし、逆にいろいろまさか買うとは思ってないものまでいっぱい買っちゃったので、普通に破産なんですけど、皆さんも釜山行くよってなったらぜひ行ってみてください。前の動画で Vlog も上がってるので、見てない方はそちらも見に行ってみてください。それではバイバーイ。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い価値は